皆さんこんにちは。サイバーエージェントで新卒エンジニア採用を担当しております佐藤と申します。このセッションでは阿部まで活躍している若手の2人に自身の挑戦や働き方についてインタビューを行っていきます。インタビューの内容については事前に公式ツイッターで質問を募集させていただいておりまして、そちらにお答えいただくお答えしていく形式になります。皆さんよろしくお願いいたします。 では、あの、最初に自己紹介をさせていただけたらなと思っております。私、今回インタビュアーを担当させていただきます、新卒エンジニア採用を担当しております、佐藤と申します。よろしくお願いします。2017年にサイバーエージェントで中途で入社しておりまして、最初はあの広告プロダクトの営業を経験した後に、2020年から今の現在の新卒エンジニア採用チームにジョインした形になっております。本日はよろしくお願いいたします。 では早速二人からも自己紹介をお願いしたいなと思いますので、まずじゃあピーひろお願いします。はい、ひろかは光紀です、えー。会社ではピーひろとあだ名で呼ばれることが多いです。えー、慶応大学卒業後に、えー、アベマの、えー、内定者バイトを経て、えー、今現在は、えー、アベマのネイティブチームで、えー、iOS エンジニアとして日々 iOS アプリの開発に、えー、従事しています。えー、と大学ではブロックチェーンの研究室に入っていて。 そこでは、まあ、ブロックチェーンを使ったアプリケーション開発だったりあとは、えー、開発あ研究室の他のメンバーが、えー、実験で使うためのオンプレサーバーの管理とかをしていましたで、まあ、インターンも何個か行、えー、っていて、まあえー、ウェーブフロントだったり、えー、ノードでのサーバーサイド開発だったりで最終的に iOS、えー、アプリの開発に携わることがあって、えー、一番スプリック たのが、うん、ios の ios エンジニア、えー、として、えー、アプリを作っていくというところだったので今は現在は ios エンジニアとして、えー、開発をしています、えー、よろしくお願いしますよろしくお願いしますではてっちゃんもお願いしますはい山本哲也ですえっと社内ではてっちゃんと呼ばれていて21卒のインフラエンジニアとして入社していますで、同社大学大学院卒業後えっと社内の ciu って呼ばれるプライベートクラウドを主に管理している部署で内定社バイトした後今の ABEMA のクラウドプラットフォームチームに配属されていますで、まあ、普段は GCP や AWS を活用した基盤の整備や運用改善を行っていますで学生時代はインターンでバックエンドやインフラをメインで触ってましたよろしくお願いしますよろしくお願いします あの今日ですねあの自分がいつも通りの雰囲気を伝えたいなと思っておりますのでいつもの呼び名で P ・ h i ヒロとてっちゃんと呼ばせてもらいますのでよろしくお願いいたします <laughs> では早速ですが質問あの全部で3つあるんですけど1つ目の質問からいきたいと思います、はい、1>, 1つ目の質問でアベマを死亡した理由と配属されてからのギャップという質問にあのお答えいただきたいなと思いますじゃあまず P ・ h i ロ o から ABEMA、はいえー、を死亡した理由から教えてもらってもいいはい えと死亡した理由は、えっと、2つあります1つ目は、えっと、僕は結構どういうサービスを作っていくかというところに、えーまあ、結構重きを置いていてでその上で、えー、まあアベ a は、えー、インターネットテレビ局という、うん、まあ今後人々の、まあ、インフラになり得るえる、ー、サービスで、えーまあ、大規模な、えー、アプリケーション開発だったり、えー、こう誰かの役に立つようなサービスというところをこうイメージしやすくて魅力を感じてました。 もう一つは、まあ、やっぱり技術力のところで学生時代からこうアベマのエンジニアは技術力高い、えー、っていうところまあツイッターとかあとは OSS の開発とかでもう感じているところがあったのでぜひ、まあ、その高いレベルの中で、えーまあ、自分も技術をキャッチアップして、まあ、より高いレベルのエンジニアになりたいなと。 えー、思っんかやっぱ学生の時からそういう有名な人っていうのは知ってたんだそうですねあのー、アベマの今 IS エンジニアであのマーティー鈴木さんだったり、うん、あとは一、えー、個上で安井さんっていう IS エンジニアの方がいて、まあ、本当に、あのー、いつも隣に座っている <laughs> 方々がすごいレベルが高くて教えてもらうことも。 多いですしキャッッチアップできることもたくさんあります、ね、すごい刺激的な日々が毎日。じゃあ逆に配属されてからのギャップって何かありました、はい、あそうですねえっ、ー、と技術的な部分に関しては、えー、僕が想像してたよりもさらに高い、ね、<laughs> っていう、まあ、いい意味のギャップがありました。うん えっとまあそれこそさっきも言ったんですけど、まあ、本当に隣にこう、ね、著名人 <laughs> 著名人ね <laughs> <laughs> あの本書いてる方とか、うん、まあ OSS でどんどん発信してるような方がいらっしゃるのでこう気軽にあの質問できる環境とかうん、うん、すごいいいなと感じてますね、うん、もう一つんかギャップってあったりするそうですねえっとあ結構 入る前に不安に思ってた点が一つあって、<ー>えっと、アベマも開局から5年ぐらい経ってるので、うん、まあなかなかこう、新規開発とか、こうどんどんスピーディーに何かを作っていくような、ちょっとベ,ベンチャーみたいな雰囲気って、うんうん、まあんまりこうないんじゃないかなと。はいはい、確かにね。ちょっとそこが一番不安だったんですけど、実際入ってみたら、とまあ、そんなことはなくて、うん、結構アベマで今持ってる意識としては、まだまだこう、自分たちは、 成長途中っていう認識が強くて、まあ、もちろん新規開発もどんどん出てますし、うん、最近だと、まあ、ペーパービューとかティーボットレンタル機能だったり、うん、たくさん出てますし、まあ、あとは、えー、アベマが今現在保持してる、えー、膨大なデータ、えー、を使って、まあ、それを活用した AB 検証とか、うん、まあ日々進めているので普段でも、えー、いくつもの施策がこう並列に走っているような。 まあスピード感もありますし、うんうん、かつ、まあ、ベンチャーみたいなこう、どんどん開発していくるという雰囲気も、どっちもこう味わえる、体験できる、えー、環境だなっていう,うそこもいい意味でキャプを感じてます。えー、なんか確かに、今見てくれている方の中でも、かそういうイメージを持ってる人はいるかもしれないから、全然違うっていうのは伝えられるかもしれない。<laughs> はい、<laughs> ありがとうございますじゃあ、続いて、てっちゃんにもぜひお願いしたいなと思うんですけど、ABEMA を死亡した理由から教えてもらってもいいす そうです、ね、僕が a b e m を志望した一番の理由が、まあ、学生時代から結構インフラとか、まあ、クラウドって呼ばれるものを触ってはいたんですけど、まあ、それってやっぱりそのインターンとかで01でちょっと作ってみるとか、まあ、自分で家でパソコン買ってサーバー組んでみるみたいな、まあ、01はやってたんですけど、まあ、やっぱり規模のちっちゃいものを作ってたんで、まあ、会社に入って、まあ、アベサイバーエージェントに入ってまあアベマのようなすごい大規模でユーザー数も多いサービスでちゃんとそ,のそこで動いているインフラを改善とか運用とか。 まあ新規要件が出てきた時にどういう機能を使って実現するかみたいなところを一回経験してみたいなっていうのが一番大きな理由ですね。はいはい、学生時代ににってどういうい経験したのやっぱりメインはインターンとか、まあ、ハッカソンとかもちょこちょこ出てたんで、まあ、そこですごい短期で。うん 軽く、まあ、最低限のアプリが動くものを作ってみるはい、はい、みたいなところが多かったです、ねうんうん。じゃあそれを実際にじゃあもう大きなサービスでやるってなっどうなのかっていうのを経験したくて,てうそうですね、まあ、やっぱり学生時代は言ってもそのユーザーも知れてる友達ぐらいの規模でしか作ってなかったんでうん、うん、本当にアにマでアベマのような規模でやってみたいっていうのがありましたッ OK です OK です。じゃあ逆にこう配属されてからのギャップってあったりした そうですね、まあ、ギャップっていうより再認識って形に近いんですけど、うんまあ、学生時代みたいにちょっとこの機能気になるから新しい技術入れてみようみたいなで駄目だったらやっぱ駄目だったみたいなのは、まあ、許されないフェーズではあるんでやめます、ね <laughs> まあ、そこでちゃんと新しい機能を入れるんであればどういった理由で何が解決できるから。ら どういうことを検証して入れますみたいなところはちゃんとしっかり責任持って成し遂げないといけないなっていうのは一つ大きなギャップって感じですよね。確かに責任っていうところがそうです、ね。<laughs> ついてくるもんね。オッケーです。わかりました。ではあの次の質問に行けたらなと思っております。二つ目の質問です。アベマでまあ今までまあ鉄ちゃんだとねこう半年入社してから半年ぐらいかなっていう感じだと思うんだけど、一番今までやりがいがあった仕事みたいなところを話してもらったなと思っていて、じゃあまずてっちゃんからお願いしてもいい？はい。 僕が、まあ、配属されたのが今年の7月とかで、まあ、45ヶ月ぐらい前なんですけどうん、うん、一番最初にもらったタスクで ABEMA、まあの鑑識板を刷新するみたいなところのプロジェクトをもらってで鑑識板って僕らのチームだけじゃなくて開発者であったりもうちょっと上のレイヤーの人たちも見るところなので、うん、まあ影響範囲がすごくでかかったりあとそこで入れようと思ってたと 技術自体がコミュニティで出てきたばっかりのものだったんで<ー>そこの、まあ、やっぱり出てきたすぐのものってまだ不具合が多かったりみたいなところがあるんでそこのコミュニティの動向をチェックしつつかつその最新の技術を a b e に合った形に落とし込んで運用できるような仕組みに変えていくみたいなところは、まあ、いろんな人たちと意見をすり合わせながらメンターさんをはじめとして、まあ、いろんな人に当てて<ー>まあこうじゃないかこうじゃないかみたいなはい、はい、ところをいろいろやって 基盤として落とし込むみたいなところはやりがいはありましたね。それって期間的にはどれぐらいやってやったらやっているの？まあ7月ぐらいにもらって今まあ12月なんですけどそこでようやく一通り区切りがつくかなって感じなんでまあ5ヶ月ぐらい,ぐらい長いよねすごい長,す、ね、長い。しかも相当大きい監視基盤って大きいところやってると思うんだけどです、ね、これを新卒かって P 比率的にどうこれって。 入って早々で、なかなか半年任せられる。は聞かないですね。ねすごいこと、<う>まあ、むしろ的なところもあるかもしれないけどね。責任感が強いなって感じ。<そう> <laughs> 確かになって、責任感もそうだけど、他の部署とね、連携とかしながらとかも、うん、新卒がそこ。やられてるすごい経験だよね。まあ、もちろん、そのチームのメンバーにいろいろ助けてもらったりはしてたんですけど、まあ。結構なサイズの、ジョブサイズのタスクを任せてもらったなっていうのは。嬉しかったです、ね。あ、いいね。そこは嬉しさに繋がってま、ねうん、す、ね。あ、いいね。いいね。うん Okay, ありがとうございますじゃあ次にピー i r アベマで一番やりがいがあった仕事はい、はい、えー、と直近なんですけど、うん、あの e m マの iOS アプリで、えっとまあ、ホームのファーストビューに表示するスポンサード広告っていう、はい、広告枠を作ったんですけど、はい、まあそれが、えー、この2年間だったら一番やりがいがあったなと感じてます、うん、でまあホームにも出るものなので結構多くのユーザーが、えー、見るっていうところで なかなかそこで動画が再生されないとか、まあ,ね、あと広告に関しては広告主の方から、やっぱり素材を頂い,いて流しているものなので、そこの緊張感というか、確かにしっかりやりきらないという <laughs>、えー、ところも結構ありましたね。結構難しいところっていうのは、どういうところがかったので、うんえっと その動画の技術だったりのキャッチアップだったり。あ,<ー>あとは、まあ、アベマナと、えー、ストリーミングクライアントチームっていう動画の品質とかを。を、えー、見ているチームがあるんですけど、まあ、そことの連携だったり、普段とはちょっと違う。ええー、動画以外を触る。はいはい,はい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 。ええー、業務とは、またちょっと関わる人も違くて、そこの連携とか大変でしたね。うん<ー>こうやっていく中で、こう関わっていく、し関わってくる職種って結構か、いろいろな職種の人から。 そうですね。あのアベマはアベマのネイティブチームは結構あのチームが細分化されていて基盤チームだったり広告チームだったり、うん、あとは課金周りを担当する課金チームだったり分かれているのでそれぞれ関わってくるとステックホルダーは変わってくるところですね。 生き生きすることがいろんなチームにこう行こうことが多いので結構毎回あの初めて始めましてあそうなんだ,、ね、なんだすごいす <laughs> はいなので <laughs> まあそこの連携とかはエンジニアがからしていくことが多いですではいオッケーですありがとうございますではでは三つ目の質問に行けたらなと思っております今後アベマでどんなエンジニアになりたいかっていうところについてじゃあ次はピーヒロから お願いしてもいいですか、はい、そうですね一言で言うとえっとエエキスパートエンジニアを目指してますうん、うん、結構僕自身、まあ、技術に興味があるので、まあ、まずは iOS アプリエンジニアとしてともっともっと地域をキャッチアップして技術を深掘っていってはい、はい、こう今今現時点ではやっぱり周りの方々がこうレベルが高くて教えてもらうこととかもたくさんあるのでえっと 教えてもらっいただいたことをこう逆に、えー、と周りの人みたいにこう知識を還元できるぐらいのエンジニアになりたいなと思ってます。<ー>でそうですねまあただ ABEMA に入って、まあ、2年間こう開発を経験していく中で、うん、やっぱりどうしても技術がただあるだけじゃやっぱりダメだなっていうところを感じていて、はいはい、というのも、えっとまあ、どれだけ行動がか,かけてもえっと それがユーザーにとってあまりインパクトないというか、うん、えーとユーザーが嬉しくない機能だったらあんまりやっぱり意味はないと思うんですよ、ね、逆にこうたった産業のコードでもユーザーにとってインパクトがあればそっちの方が、うん、えとエンジニアとしてこう質,質というかう価値みたいなのが高いなみたいなのをこう感じているので技術を高めつつ、えーとまあ、その広告とか課金とかしっかりドメインをキャッチアップして かつユーザーがどういうふうにアベマのサービスを使ってくれるのか意識しながら、う,うまく技術をそこに乗せてユーザーに届けられるようなエンジニアになりたいなとえ今ちょっと思ってます。あれなんか結構じゃサービス目線っていうのは結構大事なポイントそうですね。アベマにとってこの技術ってどうなんだっけみたいなところが結構大事になってき、ね、そうですね。あの最初に選んだときもあのまあサービスどれにしようかって悩んでまあアベマが あの自分にとって魅力があるところでちなみにこう配属決まる前に、はい、アベマは結構使ってたのああそうですね使ってます、ね、日常的に使ってる感じだったん、はい、ああじゃあそこの親しみもあってって感じはいアニメが好きなのでいいね,ねアニメの一部がそっかそっかえじゃあなんかこういう演者、まあ、になりたいっていうのを考えている中でなんか社内でこう、はい、ロールモデルみたいな人もいたりするの あーそうですねあのーまあ、技術的なところで言うとさっきも話に出ましたけどマーティーさんだったり、うん、あとは安井さんだったり、うん、えっと本当にチーム内に、えー、技術力の高い人がたくさんいるのですごく参考にさせていただいてます。でサービス目線っていうところだと、うん、誰がとかじゃなくて結構アベ e にいる人みんなこう志打が高いっていうか、はい、ただ技術を どうんどん使っていくってわけじゃなくてどう使うかみたいな何を作るかっていうところを普段から気にしてる方がすごく多いのでそうですね誰誰からも誰ってはいキャッチャまあそれがスタンダードみたいな感じなんだね <laughs> もうサービスに対してどう技術を落とし込むかというかサービスをどう良くするかってところの考えがもうスタンダードーはい ABEMA だと本当にそこが結構求められますねうんあのの実装前の PM とかとどういう仕様でどういう機能を作るかって最終的にやっぱりすり合わせるフェーズでどんどんエンジニアがあの参加していくんですけどそこでやっぱり、えー、とどうしても受け身になってしまうとなかなか、えー、サービスに対してエンジニアから関われる分が少なくなっちゃうのでここはもっとこうした方がいいとかうん、うん、と将来的に、えー、こういう機能が出てきたら今は、えー、とこの機能はもっと えっと別の観点を持って実装しないといけないよねっていうところだったりはい、はい、本当に考えさせられるというかところが多いので ABEMA <ー>は、まあ、そういう意味ではサービス志向を持ってるエンジニアの方とか、まあすごいあるところがあるんじゃないかなと思ってます。と、うん、PM の人と関わることも結構あるのもね PM の方にこう言われたことを作るんじゃなくて議論をして一緒に作っていくっていう感じなんです、ね、あの。 業務委託みたいなそういう感じでは全くなくてうん、うん、一緒に作っていくっていうのがもう日々毎日やってます、ね、はいはいはい結構自分も学生と面談してるとそういうのを求めてる学生すごく多いと思っていて本当ですかめちゃくちゃ多いと思う <laughs> 一緒にこういう作っていくとかビジネスや上流のところにもちょっと意見が言えるというか人にも興味があったりというのはすごい多いから<ー>その環境は素晴らしいなっていうふうに <laughs> 話を聞いてて思いました採用権は 大きいのいいね。じゃあじゃあ次てっちゃんもぜひアベマでどんなエンジニアになりたいかっていうところそうですね僕も割とピーヒロさんと近いんですけど、うんまあ、もちろん最初はインフラエンジニアとしての技術力みたいなところはちゃんとキャッチアップして自分の力にしていかないといけないなって思うんですけど、うん、まあそれをや,やみくもにその e m a に入れたからっていってまあ e m a がよく,はよ,くなるよくなるとは限らないじゃないですか。なんでそこを まあ僕らは共通基盤系を作ってるのでそこの基盤を作ってるい開発者とかはい、はい、データマネジメントチームっていうのがあるんですけどそのチームの人たちが使えてもらえるような基盤をちゃんとそこ意見をすり合わせて作っていかないといけないんで、まあ、技術力を持った上でちゃんと他のチームの人とコミュニケーションをとって何を求められているかとかを、うん、まあキ,キャッチアップしてそれをちゃんと展開できるような。 エンジこれさピ h ヒロに聞きたんだけどさんかもう <laughs> 新卒ではないないよね <laughs> 普通に何 <laughs> かもう全然違うんじゃないかと思っちゃうくらいなんだけどすごい何かそこってあのやっぱこうロールモデルというかすごい人やっぱいったりするんです僕が尊敬している先輩で、まあ、チームのリーダーの長岡さんとかがいるんですけど、うん、まあ長岡さんは本当にまに、あ、技術力も,ももちろんすごいんですけど、うん まあちゃんと他のチームの人たちと意見をすり合わせてじゃあ何をこ自分たちのチームで、えー、実装して展開して還元するかみたいなところの言語化能力みたいなところがすごくてあ<ー>で、まあ、その言語化能力がすごいとみんなちゃんと納得して協力してくれる、うんですよね。なんでまあチームととしししてもすすごいい働きやすいしちゃんと出した時に 喜んでもらえるアウトプットを出せる能力みたいなところが。すごくて尊敬してます、ね。すごいね。うん、でも、本当になんかエンジニアの方もミーティングで。こうちゃんとアジェンダを持ってきて、ちゃんとみんなの納得度を持って進めるみたいな、すごい大事な力っていうのはあるん、ね、ですね。ねうん、ミーティング、え、そういうの提案とかしてんの持っていっちゃう。ま僕は、そ、あんまり、その、まだチーム外に提案とかはないんですけど、まあ、チームとして。 え持ってる課題に対して、はい、チームに対してじゃあこういう方針でいきませんかみたいなところは、はい、まあやっぱり普段から求められてはいるんです、ね、ーんチーム内でもなんでそこはしっかりどう,どういう問題があってどう課題解決していくかみたいなところは言語化能力みたいなところはもうチーム内でも結構求められてますすごいね鍛えられる環境鍛れも勉強しなきゃいけないところかしでもあれなんだねその チーム内でそういう発表はしてるけどとはいえチーム外の人とも結構連携とかはする機会が多いんだそうですね、まあ、基盤系なんで本当に自分たちののチームだけでで完結すすることと方がほんんどないんですよねやっぱり何かを変更すると大体その基盤の変更ってみんなに影響があるんでそこでじゃあこの変更を入れていいのかどうかとか、まあ、変更しましたって,ってちゃんとアナウンスとか。 周知をしないといけないし、そういう面では普段からチーム外の人とのやり取りは多いですね。ねいや、すごいね。そういうところでも能力が磨かっているわけね。<laughs> そうですね。<laughs> OK です。ありがとうございます。では、あの、質問自体は以上となりますので、えっとここからちょっと、あの、告知の時間を少しいただけたらなと思っております。えっとサイバーエージェントではですね、あの、新卒中とともに採用を強化しております。あの、新卒採用においては新規就業型インターンであるミッションを含め、あの、様々なインターンをご用意しておりますので。 あのぜひご応募いただきたいのと、期間限定でですね、若手エンジニアとの座談会イベントも開催しようと思っております。またあの中途採用においては <laughs> すいません。えっと、アベマの開発メンバーと座談会形式でお話しいただけるアベマミートアップを開催する予定です。アベマの開発本部長、柳井をはじめ、アベマの開発を推し進める様々なメンバーから、アベマの働き方を語っていただく形になりますので、あの、諸々の情報を YouTube 概要欄に記載しておりますので、ぜひご検討、あの、参加のご検討いただけたらなと思っております。はい。で、まあ、ここで告知は終わるんですが、最後に、 あの締めの挨拶という形で2人から、まあ一言ずつあの見ていただいている方に、まあ、特にあの新卒の方が多いのかなと思うんですけどにメッセージをいただけたらなと思っておりますのでじゃあピーヒロからお願いします。はい <coughs> えっと a、まあ、ベ e はあは技術のキャッチアップもそうですし、えーまあ、それに加えて本当にサービスどう作っていくかっていうところに、えー、本当にエンジニアから、えー、どんどん参加していけるような、えー、組織になっているのでぜひあのー。 サービスどういうふうにユーザーに伝えたいかとかうん、うん、興味がある方はあのそうですねインターンシップとかぜひ参加いただきたいなと思ってますでえっと、まあ、ただこう実際に入ってみて、うん、えっとそう発言していくのってこう結構難しいんじゃないか,なかにいとやっぱり感じるところはあると思うんですけどただアベマでいいところはやっぱりチームの方々が本当に うん、優しくて話しやすいんですよね<ー>普段の業務から <laughs> すげえ今リアルな声が聞こえ <laughs> <laughs> なのであのこうなんか大人数の場でいきなりこう手を挙げて話すっていうよりかはあの身近な先輩だったり、うん、あとはチーム長の人とかにちょっとこう相談をして、うん、本当はここ僕はこう思ってるんですけどうん,、うん、なんかちょっと納得いかないんですよとか、まあ、逆にもっとこうしたら いいんじゃないですかみたいな提案を、まあ、近い人にこう。言っていくと、まあ、その人がこう周りの人にこう。あの、まあ、話してくれたりとか、上流に持って行ってくれたりとかいう。つ、え、な、ー、ぎ方も。全然できる環境だなと思ってるので、あの、そこら辺は。あの、心配だな,いなと思います。ああ、いいね。はい、いい環境ですね。<laughs> はい。<laughs> <laughs> ありがとうございます。では、てっちゃんもぜひお願いします。そうですね。 アベマはまは結構もう大きな組織なんで、うん、まあ割と自分のできることが限られてるんじゃないかなみたいな思われる方も多いと思うんですけど、まあ、実際僕もそうだったんですけどでも意外と入ってみると結構自由と責任みたいな言葉がよく使われていてはい、はい、本当に自分でこういう問題があってこうしたらこう改善しますみたいなところを最後まで責任を持って自分で提案するんであれば割と自分の意見が結構通るんですよね。 アベマに入った新卒だからって、まあ新卒はまだこれできないねみたいなところは一切なくて、まあ新卒からどんどんいろんなタスクをもらって成長できる環境ではあると思うので、ぜひそういう環境でチャレンジしたい方はお待ちしていますので、ありがとうございます。体験してるからね。そうですね。<laughs> いろいろさせてもらってます。<laughs> はい、では今回のインタビューセッション以上で終了させていただきますので、あのご視聴いただいた方々ありがとうございました。